今から PB スマートロッカーのデモを行います。今から荷物を配達いたします。これがドライバーの配達コードになります。ドライバーはスキャンしました。この封筒を配達します。一番小さなドアが開きました。これはドアを効率的に使うためです。次の少し大きい荷物を入れてみましょう。あ、少しドアが小さすぎて入りませんね。ドアが小さすぎるという選択をしてみましょう。はい、より大きなドアが開きました。あ、これで配達することができました。